ランキングダイナマイト。皆さんこんにちは、マインです。今回は試合中に亡くなったプロボクサー5選をお届けします。それでは行ってみよう。タイガ・アキラ。タイガ・アキラ選手は1974年9月生まれで、93年5月にプロデビューしています。95年2月、20歳の時には全日本ジュニアバンタム級新人王を獲得。97年10月13日、松倉義明選手と日本ジュニアバンタム級王座をかけ大勝負に挑むことになります。しかし激闘の末、タイガ選手は7ラウンド2分25秒で KO 負けを喫してしまいます。この試合直後、タイガ選手はリング上で意識を失い、そのまま意識が回復することはなく、同月19日に亡くなりました。死因は頭蓋骨内出血で、23歳でした。田中誠二。田中誠二選手は1977年1月生まれで、高校卒業後すぐに大阪の金沢ジムに所属しました。97年7月31日にプロデビューを果たすと、それから7戦目まで6勝1敗という素晴らしい成績を残しています。その後2004年11月27日、25戦目にして日本スーパーフライ級王者有永正幸選手に挑戦し王座を獲得。その翌年4月3日には日本王座初防衛戦で試合数6戦目の名城信夫選手と対戦することになります。試合は最終10ラウンドまでもつれ込み、田中選手はテクニカルノックアウトで敗れ王座陥落となってしまいます。試合終了後、自分の足で控え室まで戻りましたが、スタッフに頭痛を訴えた後意識を失ってしまい病院へ救急搬送。急性硬膜下血腫と診断され、開頭手術を受け、一時は回復の兆しが見えましたが、4月15日、容体が急変し、28歳の若さで亡くなってしまいました。伊礼義博。伊礼選手は1979年5月生まれで、大学入学後に八王子中谷ジムに入門し、2000年6月30日にプロデビューを果たします。翌年11月、東日本フライ級新人王を獲得。同年12月には全日本フライ級新人王も獲得しました。2002年3月24日には八王子市民会館でフライ級6回戦に挑戦。6ラウンド終了間際にロープダウンを取られたことも響き、残念ながら0対3で判定負けを喫してしまいます。この試合が終わり、リングを降りた直後に意識を失ってしまいます。すぐさま病院へ搬送され開頭手術を受けましたが、意識は戻ることはありませんでした。死因は急性硬膜下血腫で、22歳の若さでした。キム・ドゥック。キム選手は1955年1月生まれのプロボクサーで、78年12月7日にプロデビュー。80年12月6日にプロ10戦目で韓国ライト級王座を獲得しました。82年2月には東洋太平洋ライト級王座を獲得し、3度の防衛にも成功しています。82年11月13日にはプロ20戦目にして世界に初挑戦。 WBA 世界ライト級王者レイマン・シーニに挑むも、14回19秒で KO 負けをしてしまいます。キム選手はリング上で意識を失って試合会場の近くの病院へ搬送されましたが、4日後に27歳で亡くなりました。キム選手の死から3ヶ月後にキム選手の実の母が自殺。翌年にはマンシーニ戦のレフェリーも自殺してしまいました。このことはマスコミによって大きく報道され、キム選手が試合中に亡くなったことが問題視されるようになります。それまで15ラウンド制で行われていたボクシングの世界タイトル戦が
12ラウンド制に短縮されることになりました。辻正立。1978年11月生まれの辻選手は、高校生の時からボクシングで結果を残し、2002年10月19日にプロ入りします。2009年3月21日チャンピオンカーニバルで行われた日本ミニマム級王座決定戦では、日本1位として日本3位の金光裕二選手と対戦しました。実はこの2人ダウンした経験がないファイターで、試合は開始早々激しい打ち合いとなりました。9ラウンド終了時のインターバルで、辻選手はまともに椅子に座ることもできないほど意識が朦朧としていました。それでも最終ラウンドのゴングが鳴ると、辻選手はふらふらとコーナーからリング中央へ向かい、その闘争本能で戦い始めます。金光選手のパンチでバランスを崩すと、そのまま後退してロープを背負った無防備な状態でパンチを浴びてしまいます。レフェリーがすぐに割って入りましたが、辻選手はマットに倒れることはなく必死に耐えていました。しかしロープダウンを取られてしまい、カウント10が告げられてしまいます。そのまま意識を失い、病院へと緊急搬送され開頭手術を受けましたが、3日後の3月24日亡くなってしまいました。また試合に勝利した金光選手も同じく硬膜下血腫と診断され、引退を余儀なくされています。これらのことから、レフェリングをはじめとする当日のリスク管理に問題があったのではないかと指摘する声もあったそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。